はい、今回のメニューです。離陸・着陸のやり方、モーションコントローラーのダイヤルの役割、フライトのやり方とモーションコントローラーの操作、カメラアングルの比較、手ブレ補正のお話、そして簡単アクロ3種類の機能をお見せしたいと思います。待望のアバ2発売になりましたね。で、今回モーションコントローラーなんですけども、まあ勉強だけはしてきたんで、操作のやり方を教えたいと思うので一緒に勉強していきましょう。離陸はこのオレンジのボタンを2回押します。お、プロペラを回った。次は離陸をしたいと思います。オレンジのボタンを長押し。おお、着陸はホバリング状態で1回長押しです。もう一つ発着の方法があるのでお見せしたいと思います。で、先ほどと同じくオレンジのボタンを2回押します。で、さっきはオレンジのボタンを長押しすると離陸するんですけど、今回の方法はこのジョイスティック、上にスライドします。着陸は下にスライドするんですけど、少し長めにしてください。で、これダイヤルがあるんですけど、これ上から2回押すとゴーグルの画面がこんな風に、切り替わります。もう1回2回押すと戻ります。ゴーグルで操作しなくても手を離すことなく操作できちゃいます。はい、続いてもダイヤルボタンです。これを回すとカメラが上に向いたり、こうやってね、下に向いたりします。これを引くんですけど、軽く引くと止まる感覚が出てきます。それを引きっぱなしで1回止まるとこで、こういう風に直感的に動くんですよ。これすごくない？これマジで直感的なんで、飛行中はそんな動かさないですけどね。まあこんな風にゆっくり練習したりとか、今度は上昇してみましょう。これね、意外とコツがいるんですよ。これ動いちゃったでしょ、左右に。本来ドローンに向かって手首を固定しないといけないんですけど、こんな風に映すためにやってるだけなんで、まあ本来は固定しといてください。実際に飛ばすとジョイスティックあんまり使わないんですよ。ほぼ手首の動きだけで飛ばせちゃう。で、今度は左右の動きですね。まあこれは簡単でしょう。てかあんまり使わないけどね。はい、続いては、前進なんですけど、これ少しずつ引いていくとこうやって飛ぶんでね、スピードは
引く強さによって決まります。今度は交代なんですけど、引くんではなくて上に上げる感じ、上に押すって感じかな。風強いな、やばい、怖いんだけど。カメラアングルはノーマルです。ちょ、怖いな。いや、これきついな。マジか。いや、怖い。ちょっと待って。あ、やべやべ。いや、むずい。これどうしよう。いや、難しい。やばい。ちょっと待てよ、頑張んないと。障害物とかないんだったらね、モーションコントローラーでも余裕なんだけど、でもそうはいかないよね。でも上手くなってきたかも。はい、さっきはノーマルサイズのカメラだったんですけど、設定して広角で、はい、これね、広角でいきます。まだ慣れないな。さっきよりはコツつかんできたっていう感じはするかな。こうやってめちゃめちゃ手ぶれしてるんですけど、実は後でね、補正されてるんですよ。機体では補正されてて、もうゴーグルを見たまんまですね。ちょっと慣れてきたんじゃない？ギリギリまで行こうか。ギリギリまで、ちょっと惜しい。ちょっと怖い。まだ怖い。で、これをよく見てほしいんですけど、これ見て、どのぐらい違うかわかる？これやばくない？こんなにブレてんのに、めちゃめちゃスムーズに補正されてて、びっくりしちゃうよこれ。まあ撮影してるときはね、ちょっと酔っちゃうかもしんないけど、まあそれは気にせずに撮影した方がいいと思う。まあ、こんなに補正されるんだもん。すごいよこれね。ロックステディがどのぐらいすごいかっていうのをちょっとお見せしたい。全然違うよね。ロックステディは絶対にオンにしといた方がいいと思う。手ブレ補正のアプリとかジャイロフローとかね、使ってもいいんですけど、僕的には手間と容量がかさばるんで、自分の操縦技術を信じて編集してます。ロックステディでも十分です。業務で行うときは多少手ブレ補正します。撮影でどうしても失敗が多い人はジャイロフローを使った方がいいと。この辺攻めようと思ったんだけど、攻めきれてないね。まあ、初心者なんで。でも楽しいわ、モーションコントローラー。ちょっとハマるかもしれない。広いところだったらモーションコントローラーでね、こうやって撮影は向いてるんだけど、狭いとこだとちょっときついかもしれない。
安定した撮影ができないかもしれない。次回は送信機で操作したいと思うのでお楽しみに。ちなみに超広角は撮り忘れたのでごめんなさい。まあでもそんなに変わんないんですけど、迫力を出したい、スピードを出したいっていう方には超広角がおすすめです。はい、じゃあ簡単アクロン、まず一発目スライドをやっていきたいと思います。これいまいちわかんないんだよね。で今手首でしか動かしてないんですけど、スライドはこのジョイスティックを使って、やります。今ジョイスティックを使って右にスライドさせてます。今度は、左、わかるかな。で今上昇してます。めちゃくちゃゆっくりなんですよね。さあ前進していきます。またこれもね、手首だけで動かしてるんで、何が違うんだろうな。でもブレるな、手首で。今スライドを効かしてます。今スライドやめてます。でまた始めました。なんだろうな、ぬめり感が出てくるのかな。ずっとスライドさせっぱなしですね。これもスライドしないでやるとこうやってバタバタしちゃうんですよね。今スライドを効かしてますけど、いまいちわかんないけど、ぬめり感が出てくるのかな。滑らかですね。これずっとスライドしっぱなしですよ。もう離さずにずっと左右にスライドさせてます。でも滑らかだな。使い方がね、いまいちまだ全然わかんないです。スライドもずっとかけっぱなしです。わかんないな。あーでもやっぱり、あー滑らかになってくるのかな。あー滑らかだわ。ちょっとスライドを離したり効かしたりしてる。今スポーツモードに切り替えました。スポーツモードで使えるかもしれない。もう滑らかだわ。離すとブレるな。まあ、でもさ、スライドを使わなくてもロックステディがすごい優れてるんで、使うときあんまないんじゃないかな。ずっとスライドしっぱなしです。こういう使い方でいいのかちょっとわかんないですけど、まあ自分の感覚としては、ゴーグルで見た感じでも滑らかになりますね。もしかしたら自分の使い方としては、そのゴーグルとか酔ってしまう方はこのスライドをね、かけっぱなしにしてフライトするといいかもしれない。
それでは続きましてはドリフトです。これが欲しかったんですよ。そう、このドリフトがなかったら、アバターじゃなくてもいいかなと思ってたんですけど、まあ、この機能欲しいよね。まだ慣れてないんで、ちょっとぎこちない。下手くそだ。ちょっとスピードを出した方がいいな。あ、もう前進してなくてもドリフトできるんですよ。さあ、ちょっと助走をつけようか。もう一回チャレンジします。で、ちなみにこの簡単アクロはこのモーションコントローラーでしか使えない。送信機でも使えると思ったんですけど、使えませんでしたね。下手。よし、ドリフトするぞ、ドリフトするぞ。よし、おー、まあ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 なんだ。あー、今のいいね。ちょっとまだぎこちないんだ。完璧にしたいわ。下手下手だと思ったでしょ。これ後日ね、めちゃめちゃ完璧にしたから。その映像がこちらです。はい、続いてはフリップですね。これもなかなか面白いんです。いきます。おお、今度は、おお、ちょっとずれちゃうんでね、気をつけてください。で、実はこのフリップは、昔からやってます。おもちゃのドローンとかね、よくこういう機能があったので、これで楽しんでました。撮影向きではないんですけど、マニュアル操作ができる方はね、フリップで撮影ができるんじゃないかな。FPV の専門じゃないんですけど、業務に導入したり、素敵な映像を皆さんにお届けします。